何かを伝えに来たのか。ケンティアナ、成績を背負いし王よ、雷神の啓示により力を宿しなさい。成績を取り戻すためカンナギは。ルーナは無事なのか。雷神のもとにルナ・フレーナは受け入れを終え、紅葉の指輪とともにスイートに出待つ。あの方は神の使い、つまり神話のカンナギを支える存在だ。ほう、でかい話になってきたな。俺は無事だって。待たせて悪いな。もうすぐだ。必ず会いに行く。そう伝えてくれ。人間の長い繁栄のためにとクリスタルが与えられたのです。でもクリスタルは王都にあるよ。なんで僕たちだけが使ってるの？使っているだけなのではなく、王がクリスタルを守っているのです。守ってるの？お父さんが？はい。そうだったんだ。クリスタルは真の王を選び力を与えます。歴代のルシス王たちはその時を待ちながらクリスタルを守り続けてきたのです。僕が選ばれたんだよね。はい。クリスタルから力を得た真の王だけが血を脅かす敵を倒すことができるのです。でも僕にはそんなこと。カンナギの私が全力でお助けします。え？カンナギには王を支える使命があるのです。そっか、やってみる。僕が必ずやっつける。ノクティス様。ノクティス、お聞きなさい。王を導くためこの声を、天と地を結ぶ強き光、それは雷神の力。光のもとへと向かいなさい。指輪がルナ・フレーナ様のもとにあるならひとまずは安心だな。お会いできるのはオルティシエ？ああ、船の出会いが必要。カイムの港が今も使えるなら。昔の隠れ港か。よし、準備させよう。イリスに連絡しとくぜ。さーて、俺たちは雷神にお参り。また来たよこれ。やあ、いらっしゃい。君、
あのカメラを持った子のお友達だよね。カメラ？まあそうだけど。一枚写真を撮ってきてくれないか。何の？野生のチョコボだ。この近くに住んでいるんだが最近見かけないんだ。心配でね。ああまあいいよ。ありがとう。うちの子たちの世話もあって様子を見に行けなくてね。よろしく頼んだよ。ノクト、なんか話してたよね。ああチョコボの写真撮ってこいって。いいね、任せて。張り切ってんな。野生のチョコボか。すぐ見つかるといいな。いらっしゃいませ。またいらしてくださいね。ノクト、これ見てよ。どうした？頼むな。巨神に引き続き雷神とは忙しいな。ルナフレーナ様もってことだよね。一人儀式を進められている。負担もあるというし心配だな。いや、集まったらさ、何すればいいの？王の使命の詳しいところはわからないが、最終的に帝国を倒すでいいんじゃねえか。ああ、それでいいと思う。遅れるなよ。エグス、てっはっうらどうだ。もらったな。終わり。うっ、グラディオ、
その調子だ、ノクト。ああ、一体誰を狙ってる。あ、ごめん。最後だ、ノクト強。まあな。じゃあな。ほら、ノクト。わかってる。てや、ここまでだ。もう少し早めに終わらせたかったな。今のは近かったな。急いだ方が良さそうだ。おい、あれ、雷落ちたとこじゃねえか。あそこ入れってこと？これだね、フォッシオ洞窟。何がいるかわからないぞ。油断すんなよ。あいよ。うわ、この先かなり深い。こういう怖いとこ嫌なんだよね。何が出てきてもおかしくないな。みんな気をつけてよ。そこ通れた。ノクト、な、うわ、出たー、こいつだ、こいつ。行け、ノクト。借りは自分で返せよ。人間に戻ってよかった。Thank you.
主人。仕掛ける。行けノクト。はいよ。一体なんでだ。わかんねえ。子供がどうとか言ってたな。そっちには出会いませんように。石碑ありそう。ほら気合い入れ直せ。ようやく見つかったな。よかった。これが雷神の力。大暴れを想像してたけど。人のいい神様もいるんだな。性格あるらしいぜ。ルーナも大変なんだろうな。お会いできるのはもう少し先か。早く海渡ろう。元気な顔見せねえとな。そうだな。見て、雨上がってる。雷神様の用事が済んだからか。なんだありゃ。前とは比べ物になんないよ。はい。王子、レガリアなんだけど。うん。帝国軍の基地に保管されてるみたいなんだ。マジか。ちょっとね、相手が相手だから話するってのもすぐにはいかなくて。いや、いい。情報あればいい。あれ、大丈夫？うん、大丈夫。どうもな。じゃ、誰だ？シドニー。うっそ、もっと優しく話しなよ。どうでもいいだろう。レガリアの場所が分かったのか。ああ、帝国軍の基地らしい。おお。たとえどこにあろうとだ。取りに行くんだろ。当たり前。これはあくまでも予想だが、あれは本来早く到着。まるで要塞だな。さっき飛んできたやつだろ。ずいぶん立派な壁じゃねえか。あの壁は昔の戦争の名残だ。それを帝国軍が利用しているようだな。どう攻めるか考えよう。着いたぞ。今日は野宿ってことで。
ングバッチリだぜ。相変わらずスタイリッシュだな。別に普通だが。へえ、俺の技かっこいい。ワープできるとか反則だよね。策というほどではないが、この人数で正面からは攻められない。入するなら深夜だ。敵に気づかれるまでの時間が少しは稼げる。それまではできる限り基地の情報を洗おう。レガリアの場所にも見当をつけておきたい。入手した情報を分析し、潜入方法と位置を確定する。そこら辺は頼んだ。いよいよレガリア奪還作戦だね。目標はレガリアの奪還。騒ぎを大きくしたくない。少しずつ確実に仕留めて進もう。で、夜明け前だな。あ、作戦途中でも諦め、敵を整える前に。合図を出したら一斉に行くぞ。それまで待機だ。3、2、1。なんだよ。サーチライトだ。やり過ごせたか。慎重に進め。了解。闇に紛れて進め。ああ。ほっ。背後から狙え。一撃で仕留めるぞ。
あれが基地の動力源。魔導エネルギーの装置なのは確かか。付近の魔導兵が強力なのはあれの影響かもしれない。ぶっ壊すか。こそこそしなくて済むぜ。いや、まずはレガリアを探すのが先だ。気づかれるぞ。音を立てるな。了解。なかなかのもんじゃねえか。見直したぜ。こんなとこにいたのか。よかったね、見つかって。ああ、特に目立った損傷もなさそうだ。見つかった。作戦の変更だ。ここからレガリアを運び出す必要がある。結果的にはな。しかし帝国軍にとっても大きな打撃のはずだ。後でコル将軍にも報告しておこう。メン、帝国基地を攻める時の作戦さ、オペレーション B2B にしない？は？ Battle to Break。 何かでそう言ってたの見たんだ。作戦に名前あるとさ、グッとくるじゃん。グッと？意味は大丈夫なのか。それより Battle to Victory はどうだ。まあそこは何でもいいよ。
呼ぶとか B2B ね。雰囲気で言いたいだけか。あれ、久しぶりだノクティス。レイブス、雷神の啓示を受けたか。それが何を意味するかも分からずに。おい動くなよ。お前もなんかやばい。誰も叶わなかったというのに、選ばれし王たる男がこうも無力で愚かだとは。じゃああんたは何やってんだよ。なんで帝国軍でルーナまで狙って。敵の将軍に何を聞いている。盾のつもりか。分かってんじゃねえか。脆い盾は踏み台にもならん。ここで死ぬなら、それが世界の運命だ。はい、そこまでにしとこう。おう、大丈夫？何が？助けに来たよ。何を言っている？軍を帰らせるってこと。てめえ、ふざけてんのか？次に会うのは海の向こう？うちもあそこの水神様に用事があってさ、ねえ。それじゃあね、王様、良い夜。知り合いだったの？レイブス様。レイブスはルナフレーナ様の兄上だ。ラスカ地方の街道の封鎖を解除しました。封鎖のために設置された施設について。暑いな、さっきから。どっか入れば涼しいだろう。今日はちょっといいとこに泊まれそうかな。そうだな、ここならホテルもありそうだ。行くぞ。兄さん。どうした？ごめんなさい、まだ皆無には行ってなくて。帝国軍がここに来たの。ノクトのことは誰も何も言わなかったのに、ジャレットが切られたの、突然。それでジャレット助かんなかったの。
ごめんな、助けてやれなくて。何もできなかったんです。もうちょっと待ってて、俺が帝国をやっつけるから、約束する。俺も王子を支援します。私、タルコットと一緒にカイムに行くよ。だって何かしてないと、わかった。さすがにあいつを一人では行かせられねえからな。社内は窮屈かもしれねえが、許せよ。出発するか。そういや、シドとシドニーが船の修理でカイムに来てるそうだ。それはありがたいな。ああ、ジャレットの手配だってよ。そっか、さすがだね。窓兵見ちまったよ。怖いな、あいつら。満タンにしといたよ。悪いな。そろそろ行く。さあ、出発だね。よし、出るか。了解。レガリア見てるとオート思い出すな。ああ、形がオートっぽいよね。すごいよね、兄さんいるのに5人乗れるし。ね、外の車って乗った？狭いんだよ。うん、乗ってない。荷物積んだら人が乗れないの、だから送ってもらってるんだけど。先発隊はそろそろ帰るか。ああ、ついている頃だろうな。
見て、あれね、ラバティオ火山のはず。はず？そういうの詳しいの？ジャレットから教わってたんだ。イグニス、運転ありがとう。いや、他の人は運転できないの？できるよ。俺もできる。運転ができるやつはいるが、確実に任せられんのは一人だけだ。なんで？やばいの？やばかねえよな。うん、でもこういう時はお兄さん絶対確実な方を取るんだよね。休憩しなくていいか？平気。真ん中疲れるでしょ。ブロンプトと変わっていいぞ。うん、大丈夫、快適だよ。疲れたら言ってくれ。見てよあれ、飛行機士また来やがったか。一旦止めよう。ノクト、大丈夫だ、心配するな。行くつもりか、ノクト。ジャレットの仇を取りたい。タルコットのためにもね。イリス、お前はここで待ってろ。うん。ノクト、少し敵の情報を整理したい。一度、あの騎士の近くで作戦を練ろう。で、次の作戦は？帝国軍の情報、捉えよう。魔導兵だけではキリがない。情報を得るためにも人間を相手にすべきだ。今回は二手に分かれる。プロンプトとグラディオは敵の陽動を頼む。了解、そういうのだったら任せて。ノクト、準備はいいか？帝国兵捕獲作戦開始。ノクト、うわっ、